はい、どうもこんばんは、こじかです。今回は絵の、円形法の種類についてざっくり解説していこうかなと思います。円形法というのは、小さく見せたり大きく見せたりっていう、前後感を出す方法なんですけど、それにもね、いくつか種類があるので、その辺もね、解説していこうかなと思います。結構絵を描く上ではとても重要なポイントなので、ぜひこの際に勉強しておきましょう。で、まず遠近法の種類ですね。で、大きく7つあります。この長寿遠近法、上下遠近法、大小遠近法、空気遠近法、色彩遠近法、消失遠近法、幾何学遠近法っていうのが、あるんですね。これ知ってましたか、皆さん？意外とね、知らないんじゃないかなと思います。遠近法、物の、前後感を出すだけでもこんだけ種類があります。で、まず長寿遠近法ですね。これが物の重なりだけで作る遠近法ですね。最もポピュラー。これ分かりますよね。例えば青い丸とこの黄色い三角が回ったとして、これ重なってて、黄色のやつが上に乗ってるから、手前に見えると。で、青いやつが下にあるから、遠くに見える。はい、すごくシンプルですね。なので、この青と黄色の、上下、重なり加減で、遠近法が分かると。はい。重なってるのが分かるから、遠近感あるよねっていうことですね。はい、これはもう誰が見ても、分かる遠近法だと思います。次に、上下遠近法ですね。で、これは、物の上下の配置で見せる遠近法ですね。で、上にあるものほど遠くにあるように見える。で、この黒いのが画面だとして、これ木がこう並んでます。で、この上にある木が、遠くにあるように見えると。はい、こう木が並んでると、ここになんか例えば道とかがあったりとかして、こうあると、奥にある木がある木っていうか、この木が上の方にあるから、遠くに見えるって感じですね。で、これどんな時に使うかっていうと、例えば昔のこういう絵巻物があって、日本の絵巻物って、日本はもともと遠近法って西洋の文化がなくて、こういう上下遠近法を使った遠近法が結構主流だったんですよ。で、物の大小じゃなくて、みんな同じ大きさで人がこういて、で、ここに上の方に建物があるから、ここ遠くにあるよねみたいな感じですね。はい、この遠くからこっちから、遠くのこの建物だから、この蹴鞠してる様子を覗いてるっていう、これなんですけど、結構こういう昔の絵巻物とかは、だいたいこういう上下遠近法がよく使われています。次、大小遠近法ですね。これすごい分かりやすいですね。物の大小の大きさで見せる遠近法、小さいものほど遠くにあるように見える。小さいから遠くに見える感じですね。こっちの木は大きいから手前に見える。はい、同じものなら、小さい方が遠くにあるよねっていう、結構自然な感じの遠近法ですね。はい、これ特に同じものだと、効果的ですね。やっぱ木はこれみんな統一されていて、大小が分かりやすい。逆にこれなんか違う別のもの、例えば銅像とかだったら、若干分かりづらいなっていう感じでした。人の例えば経験上から、木の方が大きかったり小さかったりということで、経験上で大小遠近法になる場合はあるんですけど、基本的に同じものを3つ並べた方が、結構効果的に出る遠近法です。次、空気遠近法。で、これは空気の層の厚みで作る遠近法ですね。霞がかかって見るほど、遠くに感じるよって。はっきり見える方が、手前に見えて、ちょっとね、今若干見づらいと思うんですけど、白くかかっているところ、やつは、遠くに見える。これはよく、例えばそうだな、遠くの山とかを見ると結構わかると思います。遠くの山って結構、うっすら、なんていうんですかね、もやがかかっているっていうか、うっすらしていて、結構ね、
遠くにあるように見えますよね。あとは結構霧の濃い日とか、うん、すごいはっきりこの遠近感を感じると思います。この霧の濃い日、例えば明け方とかに外に出てみると、この空気遠近法のこの感じが、まあ、体験として、はい、得られると思います。あ、実こういう感じですね。例えばここに、まあ、こう山があって、まあ、奥これこう白っぽいですよね。なので こっちよりこっちが遠くに見えるっていう感じですね。あと、まあ、この空気遠近法っていうのは鉛筆デッサンとかでも、よく使われます。こう遠くにあるものを結構こううっすら描いたりして、まあ、この空気遠近法を使って、まあ、遠くに見せるっていうのがまいりますね。次、色彩遠近法ですね。まあ、色彩による遠近法、まあ、寒色系の色が遠くに見えますっていうことで、これ若干他の、遠近法、さっき、まあ、紹介した遠近法に比べてかなり、体感としては弱い遠近法なんですけど、まあ、あります。で、ここに青い色と黄色い色があって、まあ、黄色い色の方が若干、まあ、わずかなんですけど、まあ、手前に見えやすいということですね。で、青い寒色系は、まあ、奥に見えやすいということですね。で、これなんでかっていうと、まあ、光の波長の長さらしいです。はい、僕もね、詳しくは分かんないし、ちょっと体験としてなかなか難しいんですけど、まあ、ちょっとね、知りたい人は、個人的にいろいろ調べてみてください。まあ、でもこういうのがあると。で、まあ、例えばこういうやつで、まあ、遠くのものを青く描いて、まあ、手前のものを暖色系を使って描くと、まあ、その遠近法が強く得られて、まあ、分かりやすいよっていうことですね。これは手前がもう暖色系でまとまっていて、あ、これ手前にあるんだなっていうのがはっきり分かると思います。次、消失遠近法ですね。これピントのボケによる遠近法、ぼやける度合いで遠近感が生まれる。ちょっと今スマホで見てる人とかはこの画像がちょっと分かりづらいと思うんですけど、まあ、木が3つあって、一番右の木は輪郭がはっきり見えてる。で、一番左の木は周りがぼやけて見える。で、周りがぼやけてると、まあ、遠くに見えるよねっていう、まあ、遠近法になっています。で、まあ、分かりやすいのがこれですね。まあ、カメラのね、ピンボケの感じです。で、手前にあるのがはっきり見えていて、奥にね、こうぼやけてるので、まあ、これが遠くで、あ、これ手前にあるんだなっていう感じが分かるっていう感じですね。次、これ最後ですね。幾何学遠近法ですね。消失に向かって収束していく遠近法。これだけちょっとなんかこう論理的というか数学的な遠近法には、なるんですけど、まあ、作図、図面を描くことで得られる、まあ、遠近法ですね。まあ、これは、まあ、実際人が見る遠近法からちょっとね、ねじこう歪む遠近法なんですね。なんですけど、まあ、紹介していきます。で、一点通し、この消失点があって、そこから、このラインが伸びて、そこに合わせてこう収束していくっていう遠近法ですね。で、これがまず1点通し。これ3つあります。これ次に、これ2点通し。2点通しは消失点が2つあって、まあ、そこに向かって、この遠近感がついてる。ちなみにこれパースっていうんですけど、これに向かって細く なっていくって感じです。はい、ちなみに消失点はこれ水平線上です。水平線があって、例えばこう建物が建っていた時に、あ、こっちにこう細く伸びていくよねっていう感じですね。で、次3点通しで、3点通しは2点通しに加えて、このすっごい上の方に消失点があるって感じですね。で、若干こう上にも細くなっているって感じの、やつです。で、まず1点通しは、例えばこういう絵の場合ですね。この絵は
この辺に、消失点があります。でそこに向かって、建物がこう伸びてるパースがついてるっていう感じですね。これはすごく一点通しで分かりやすい、まあ、絵だと思います。ちょっとずらします。はい。で、まあ、一点通しで描いた絵の特徴としては、まあ、すごくこうキャッチ、こう目につきやすくて力強いという印象がありますね。この奥の消失点の部分をすごくこう見せるような、こう目が行きがちになるというか、目が行くような、まあ、強い絵の構図になっています。で次が二点透視ですね。でこれが、まあ、例えばこういう写真とかそうですね。これも例えばここから伸びていって、まあ、この辺に消失点があると、これもこの辺に消失点があって、まあ、こう伸びているって感じですね。はい。上には細くなっていないので、これは3点透視ではありません。はい。まあ、実際には上に若干細くはなっていると思うんですけど、まあ、ほぼない状態のなので、まあ、2点透視って言ってもいいと思います。2点透視は結構自然な感じの、まあ、遠近法ですね。まあ二点透視はどういう時に使うかというと、まあ、特に生物デッサンとか、そうですね、生物を描く時に使えます。例えば、まあ、四角い箱があって、まあ、ここ細くなるように、まあ、してあげる、はい、って感じですね。次三点透視ですね。で三点透視はこう上に細くなっている。さっきの二点透視こっちね、こっち側に比べて、これもね、こうやってあって、この辺にね、多分消失点がある。こっちとこっちに消失点があって、で加えて上にも細くなっていて、まあ消失点がある。で、三点透視はこういうものすごくでかいものを近くで見たときに、起きる。まあ、起きるというか、まあ、にはっきり見えるものですね。なので、基本的に、普段の状態ではだいたい二点透視が、ベターというか、いや、まあよく絵で使われるんですけど、まあ、特にこういう特殊な場合ですね、こういう大きいものを近くで見る場合に限ってこの三点透視が、使われます。はい、という感じですね。というわけで、今回の、遠近法の種類についての解説をここで終わります。ぜひね、皆さんの絵を描くときの参考にしてみたりとか、あと絵を見るときもね、あ、これこういう遠近法を使ってるんだとかっていう風にね、まあ分かるときの参考にしてもらえるとすごく嬉しいなと思います。ぜひね、まあ、他にも、ね、いろんな絵の解説動画とか、こういう座学とか解説していくので、よろしかったらぜひチャンネル登録と高評価していただけると嬉しいです。励みになります。でまたこの動画の概要欄の方に、僕のブログを載せています。そのブログでは同じように、文字でこういう、まあ、絵の解説とか、あとはおすすめの画材とかも紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。というわけで今回は終わります。それではまた。